かな。でも水はいないので、ランバネインには行ってもらいますか。せっかくだからね、ランバネインの巨大マックスの姿見てもらいたいから、ランバネインをじゃあ後ろにするとして、戦闘ビザは出せないな、炎いるからな。こうなるとエネドラかハイレインで迷いますね。あ、どうすかな、エネドラにしようか。そうしよう。じゃあまずヒュースエネドラランバネイン。さあ戦闘は誰だ相手。ん、炎のジムだ。キューコンっていうことは氷か。これが我々の任務です。いいんじゃないか、格闘抜群なはずだぞ。雪降らし、氷を降らせて必ず命中する。よし、じゃあヒュースの波動弾行ってもらいましょう。オーロラベール、あーそうだそうだ、強くしていくんだ。物理と特殊に強くなった波動弾、ヒュースの波動弾、うわ勝って、あやべ、うわ数を見て侮るのは良くないな。コツコツと片付けていこう。ランバネインに行ってもらいましょう。一回頭でどっちかランバかハイリンか分かんなくなるぜ。よし、じゃあランバネインの巨大ゴック、巨大マックスの姿をお披露目。あーそうか、引っ込めるんか。ギャロップ、炎炎、いやーこれはうまい。長距離戦は大歓迎、俺のトリガーケリードーンは打ち合いには自信が。おお出ました、俺のケリードーンの力を見せてやるぜと言わんばかりだ。かっこいい。巨大ゴック、こっちの方が早い。あ、それそうか、まあそうですよね。ポケモンホームから持ってきたのか。うわ熱い、マジかよ。なんかランク戦なんか強い人しかいなくないですか。なんだこれは。先月と全然違えぞ。先月もっと勝てたんだけどな。命が少し削られた。いけ、大ジェット、ランバネインの大ジェット。あれ全然効いてなくない。てかあっちの方が早かったよな。あられやんだ、まずい。マジかよ。頼んだエネドラ、お前にかかってる。いけエネドラ。どっからどう見てもクソガキ3匹だが、ラービット殺す程度の腕はあるんだよね。頑張ってくれよ。オーロラベールが強えな。今度からあれですね、球根見つけたら、うわえ効果は継ぐ。今何食らった、鋼かダイスチル、フェアリーに抜群ってことか。いやー強いよー、マジか。大義さんありがとうございました。乾杯だなー、ウィージン乾杯でございます。くっそったれ、もっともっとこのチームはポテンシャルがあるはずなんだ。俺がもっとうまくならねば。続けます、こんなんじゃやめられませんからね。今回使えなかった子たちをなるだけ出せるように。そして9